2016年8月5日、今昼の12時11分ですね。朝日新聞のこれは4面です。今度防衛大臣になった稲葉明美さんですね。彼女にインタビューして、歴史認識なんかに質問をしたんですが、歴史認識には答える必要はない。ここに出てる写真には自衛隊の儀仗兵ですね。これ、軍服着たのがきちっと整列してて、隣にサーベルを抜いたのが一緒に歩いて、そういう儀式なんですね。第二次世界大戦に日本が関わった戦争の仕方というのは、侵略戦争か、あるいは自衛のための戦争か、アジア解放のための戦争かというふうに問われると、政府の見解は自分は答える必要がない。私は昨年総理が出された談話が戦争の見解だというふうに考えるというふうに答えたんですが、しかし彼女というのは非常にいわゆる右派ですよね。一番の問題というのは、靖国神社に参拝する会を主導的に行っていて、この間この問題について話していましたけれど、靖国神社というのは平和を祈願して不戦の誓いをするところではない。そうじゃなくて、何か一朝断ればお国のために命を捧げます、そういう誓いをする場所なんだというふうに言ってるんです。これはしかし、安倍さんなんかも本当はそう思っていたとしても、そうは言わないですよね。靖国神社に行く理由というのは、これから戦争が起きないように平和を祈念することが目的なんだ、他の国に舐められたくないから、また日本を盛り返して強い国にするぞと、そういう本音とは裏腹に言い続けている彼女はです、ある意味この靖国神社の問題の本音を言ったですよね。また8月15日が近づいてきて、この問題クローズアップされますけどね。欧米、アメリカなんかからもこの靖国神社の問題、歴史問題に関してはあまり他の国を刺激しないで仲良くしてくださいというふうに、アメリカの国務省トマー副報道官が会見の席でそう言ってるんですね。どうしてもこういう人たちが今だんだん勢いを増してきて、今度都知事になった池田さんも彼女に近いですよね。しかしこういう人たちというのは、多分自分たちは国の中の権力者側にいるんだ、で、国が力を持って場合によっては戦争をしてでも、それが利益を上げた方が結局は自分たちが得をするんだ、下々の人たちはそれによって被害を受けて、これまでの戦争の中でも大変な惨劇があったんだけど、もしそういうことがあったにしてもいいんだみたいな考え方を持っているような気がして仕方がない。またもう一つの考え方は、こういう国と国とが仲良くしないことによって得をする人たちの存在というのを忘れてはいけないわけですね。軍産複合体と呼ばれる世界的な組織で、アメリカが最も有名ですけど、日本の中でも大企業と自衛隊や軍が、結託してですよ、結局戦争ができるように、緊張関係が緩まないように、武器をちゃんと作ってそれを備えて他の国から侵略されないようにしましょうなんて言ってるんですけども、本音は結局それをそういう空気をあることによって、やれ北朝鮮が攻めてくる、中国が攻めてくる、尖閣諸島でごたごたがあって、あそこを踏ん取られたらどうするんだ、中国に舐められるな、みんなで仲良くしましょうじゃないんですよね。そんな小さいことでごちゃごちゃ取り合いをしないで、お互いに譲り合えばいいじゃないですか。尖閣諸島の問題も、じゃあこの島
島をどういうふうに使うかお互いに考えていい解決案を出しましょうじゃないですよね。いや、うちの領土だ、うちの領土だ、相手に渡してなるものだ、こういう議論の先に何もいいことはないですよね。それでそれが講じて誰も住んでいない人のために人が殺し合って人間が死ぬ、こんなバカなことが起きるんですよね。実際に今まで起きてきた、それをやるんですかという話です。まあもう 今や蓮舫さんが民主党の党首になりそうな感じになってきましたけども、民進党か、蓮舫さんもどちらかというとそういう意味に近いのかもしれないというふうに思えてね、しょうがないんだけどね、憲法改正したいというふうに言ってるしね。結局憲法改正という人たちは何だらかんだら言っても憲法9条ですよね。戦争できる国になりたい、結局軍産複合体に都合の良い考え方に持っていかれてしまう。まあ様子を眺めて何ができるか、まあ68のじいさまには大したことできませんが、これおかしいよということを言い続けることはできます。今日は法戦下という歌を歌っていますね。これは韓国の歌ですね。韓国の民主化運動の中で、民主化のために戦った人たちがいて抑圧されて、そういう中で確か歌われてきた歌だと思いますね。韓国の民主化運動というのも前ありましたね。なんか今様子が変わってしまいましたけど、日本でも結局学生運動というのがあったんですけども、豊かになるとそういうものがだん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 衰えていってしまう、残念なことです。ということで今日はくるくるにしておきます。この来週はずっと夏休みということで、門前講堂は再来週からになります。